プレーオフ圏内まで残り7試合で勝ち点7差の11位アビスパ福岡が21位カマタバーレサヌキを迎えての一戦、共に負けられない一戦。先に意地を見せたのはアウェーのサヌキ。16分、フルス対決の高橋豊が相手のミスからボールを奪うと体勢を崩しながらシュート。高橋豊の今シーズン3得点目でアウェーのサヌキが先制します。ホームでリズムがつかめない福岡はセットプレーからチャンス。33分、酒井範義のヘッド。その直後、今度は右からのコーナーキックに再び酒井が合わせますがゴールならず。後半は自力に勝る福岡が攻め込みます。54分、酒井のシュート。63分には三島優太が決定的な場面を迎えますがこれを決められません。しかし福岡はその直後、武田のコーナーキック、パクゴンがニアでそらしたボールを堤が押し込み1対1の同点。64分、ホームの福岡がようやく試合を振り出しに戻します。勝ち点3が重要な意味を持つ両チーム、決勝点は試合終了間際に生まれます。90分、オフサイドラインギリギリで抜け出した途中出場関原、アウェーのサヌキが劇的な勝ち越しゴールを奪います。サヌキは残留争いの中貴重な勝ち点3を獲得。一方福岡は昇格プレーオフが遠のく痛い敗戦となりました。